ンガーコントロールの、説明をちょっとしたいと思います。早速入ります。ですね、まず僕のフィンガーコントロールのやり方は、人差し指と親指で掴んで、中指、薬指小指でこういう感じでやります。こんな感じですね。でそのままで左手も同じです。親指と人差し指つかんで、後の指で指でコントロールする。かなり力がいります。練習方法としては、指でまず自分のできる範囲で、動かすと。で、メトロノームだと速いです。例えばどこに家の中にいる時でもこう人差し指と中指をこう掴んでこうやってずっとやってると、どっかに当てて適当な場所に当ててるのに、こういう癖をつけるとできるようになります。で僕タム一応4つ使ってるんです。でスネアがありますよね。でこれは右左の順で速くなります。で今のは1打2打ずつっていうのもあります。で3打
全部同じです。で、一度それでやってみてください。で、今日のところはこの辺にします。で、何かわからないことあれば、連絡ください。すぐに返事はします。で、やはりこの動きに慣れてください。フィンガー使いたい人方はですが、うん、いくらでもっていうか限界の速度僕もやったことないんですけど、ちょっと今やってみますけど、これぐらいですね。これで合わせられれば何でも叩けます。ということでありがとうございました。失礼します。